今回やるのは、元子役人気声優さん特集です。では行きましょう。まず一人目は、小倉優衣さんです。1995年生まれで、代表作に、ポケモンのマリー、ドラクエ10の、などを担当しています。次に二人目は、小野賢章さんです。1989年生まれで、代表作にジョジョのジョバーナ、スパイファミリーのユーリブラや、進撃のフロックフォルスター、などを担当しています。次に三人目は、木村洋平さんです。1984年生まれで、代表作に、いないレジオーのアスタ、や七つの題材のハウザー、などを担当しています。次に四人目は、久野美咲さんです。1993年生まれで、ゼノブレニの花、や七つの題材のホーク、などを担当しています。次に5人目は、名塚かおりさんです。1985年生まれで、代表作に、ドルウェブのなゆきひより、ワンピースの歌、などを担当しています。次に6人目は、浪川大輔さんです。1976年生まれで、代表作に、ポケモンのルカリオ、ルパンの石川五右衛門三代目、ハイキューの及川徹、ジョジョオールスターバトルのジョルノ・ジョバーナ、などを担当しています。次に7人目は、宮野真守さんです。1983年生まれで、代表作に、いないれの吹雪四郎、アスタロス、キムハツノリク、七つの題材のギルサンダー、ポケモンの伝統、などを担当しています。最後に8人目は、結城葵さんです。1992年生まれで、代表作に、ポケモンのアイリス、いないれ五王の名の花きなこ、ポケモンピカブイの EV、七つの題材のディアンヌ、などを担当しています。いかがでしょうか？この動画はこれで終わります。では。